全師団長、兵隊長に告ぐ。全師団長、兵隊長に告ぐ。この先にキメラアントの巣があると見て間違いない。達人以上、その念ってやつを初めて教えてくれた。ウィングさんも師匠でもって恩人。ジンがカイトと俺たちを合わせた後のことをどれだけ予測していたかはわからない。ジンさんは俺に何かを期待してお前たちを託したのかもしれない。逆にそうならねば蟻に食われて死ぬだけだ。カリとは狙ったものと狙われたもの、互いの覚悟、己を知ることこそハント成功への道。あれも森の掟、ルールだもんね。こいつを使って俺を探してみろってな。ジンさんを探し当てた時に返そうと思ったんだが。おら、次ゴン、キル、すぐ逃げろ。それが現実。おそらくカイト一人ならこんなことにはならなかった。あれ、カイトを置いてきた。一体どうして、一体どういうこと、なんでかちゃんと説明して。ずいぶんとへこんであるな。念を使える奴がいた。人は得体の知れないものに出会うとそれを過大に評価するものです。ほんの一瞬の緩み、ひるみが一発逆転の致命傷になる。だからこその三人。ハンターとして生きるなら相手のオーラに気をされ、逃げた時点でお前は失格。カイトを見殺しにした。カイトは生きてる。あんな奴には絶対絶対に負けない。ああ、そうだな。時々眩しすぎてまっすぐ見られないけど、僕ちょっと強いかも。カイト救出を誓ったゴンとキル。あなたたちが、キルはとゴンね。あら、やだわ。まあそう構えないで。やだわ。あ、でも尊敬してるだけよ。別に恋愛感情は。だってだって恋愛って突然発展するものじゃない。そう思わない？ナックルとシュートを倒すこと。あの二人、ナックルとシュートはモラウさんの弟子よ。決まってる。先手必勝。探し出して。あいつを見て不審な動きや反応を見せる奴がいないかどうかを観察する作戦。俺はそうは思わない。勝つ確率を上げなきゃ。半分賛成、半分反対。どういうことだ？つまり、どんな敵かわからない状況で戦っても勝てるっていう強さがいるんだ。え、まさか知り合い？いいえ、あなたたちのこと調べただけよ。じゃあ始めよっか。おーす！変だ！いきなり楽しかったね。夢のような時間だった。まずは連、おのれ、臆したか腰抜けだ。ようやく私の力が必要となる時が来たわね。それって私に言うのはお門違い。その子たちが起きたら言ってあげなさいな。あら、やだわやだわ。まずいの。それならば十分にお強い。自信をお持ちください。行け。そう思ってるような気がしただけのこと。ところで君誰？そうだよ、簡単なことだった。ほら、何
とでも勝てやしないよ。王を産む準備に入った女王は、こんなんで本当に実行できるのかしら。モラウの死と抹殺計画。行くよ。だから何しに行く。なのになんだてめえら、すでにヘトヘトじゃねえか。俺を殴れ。はあ、格の違いを思い知らせてやるよ。バカにするなって言いたい。でも承知しない。俺はあんたが動くまで殴るのをやめないよ。おい、大丈夫？信じてたぜ、おめえのことを。よ、少しばかり見くびってたぜ。一つ聞いていい？おお、何でも聞け。こら、そん時にはあんた殺されてるよ。バカ野郎、泣いてねえぞ。誰にも言うなよ。殺すぞ。こら、何度でも相手になってやる。あと20日足らずで俺が負けるなんざ。何なんだこの煙は。始めようかな。遠征する我々の部隊を人間が狙い撃ちしているとなれば厄介だな。外のことは任せるよ。城内は僕たちが守るから。今まで消えた4個の隊は全て後者のタイプだな。俺とノブのコンボなら難なく餌と網を分離できる。敵が次の手を打つまでにうまくいけばあと 3,4 体消せるでしょう。それじゃ行っといで。この苦行を成し遂げた瞬間、俺を売りはしないだろう。俺がゴンとキルアを狙っているこの男、名はシュート・マクマホン。それでこそユーマハンター。行くぞ、チャンスだ。シュート・マクマホン、彼は気が弱かった。順調に進んだとして、そこまでたどり着くのにあと10日前後。いただきます。状況は一向に良くなってないのに。これさえなけりゃ。本当に美味しいご飯なんだけどね。誓いの中。これだ、霧のように森を覆う煙。バイタル隊、はい、ご覧隊に合流、調査今だ。よっ、おい、バイタル、どんどん送っていいぞい。ようやく勘が戻ってきたわい。引き続き監視を続けてくれ。了解です。そもそも俺たちは人間について知らなすぎる。早く出たいか。でもまだまだ出るのは早いわ。今夜はマジ見て。おはよう、ユーピー。いや、そろそろ弟子たちの期日じゃろう。その後にしよう。むしろ足手まといになっちまうぜ。かなりの高確率でな。うわ、後ろだ。こら、次回、優しさと強さと愛しさと切なさ